どうも皆様おはろう番はせつです。今回は勇者シス、こちらの方をやっていきたいと思います。新作ゲームですね。終わりから始まる RPG、 ラスボスを倒すと本当に世界は平和になるのか。主人公勇者の余命はわずか5日間、5日間の間にどれだけのことをなすかみたいな感じのねゲームの内容になります。で、もともとはねこのゲーム2007年に携帯のアプリとしてね、いわゆるあのソシャゲーですね。でそれを日本一ソフトウェアさん、あの夜回りとかディスガイアとかで、まあ、おなじみのあそこの会社ですね、 PS ビータでフルリメイクして、で本日2月25日発売されたと。発売おめでとうございますで、まあね、実は PS ビータ起動するのはすごく久しぶりなんですけれども、まあ、これを機にペルソナ4ダンシングオールナイトも更新していこうかなって思います。では早速やっていきましょうか。主人公の声優さんがね、あの夜中翼さんで、それもちょっと楽しみの一つでもありますね。はい、あ、ちょっとオプションを、あ、これいいですね。はい、では行きましょうか。勇者シス。お、今の夜中さんが喋りましたね。はい、セーブデータね。で、なんでこの急にこのゲームをやり始めるかというと、まあ、CM で、あの、なんか YouTube の広告とかで、あの、なんか4秒、5秒経ったら、あの、飛ばせるやつですね。あれで流れて、で、それで、なんかすごく気になったんですよね。面白そうだなって思って。目覚めの前の勇者のしるべかな？私の声が聞こえますか？天使か。目を覚ましてくださいませ、勇者様。死んだのか。俺が勇者？まさか、そんな、何も思い出せない。大丈夫ですよ、少しずつ思い出しましょう。まずはお名前から。名前、俺の名前、勇者。ああ、これあのここら辺は自分の名前を打ち込める感じですね。まあ今までというか、まああのどのシリーズでもおなじみのそのあれですね、 RPG 特有の。じゃあ説とね、ここはねちょっと RPG っぽくねカタカナにしていきたいと思います。あれ、変換、あったはい、この名前でよろしいです。私が説勇者だ。そう、あなたの名前は魔王ギールを倒しノビリア国を救った勇者です。さあ次は魔王城であなたがギールを撃ったあの日のことを思い出してください。魔王城ギール。ああそうだ、俺は仲間と一緒に魔王城に乗り込んだんだ。その仲間は一体。とうとうここまで来たぜ。魔王ギールはこの階段の上だ。奴を倒せば俺たちは英雄だ。ちょっと突っ込んでいいかな。この人さ、ゾロっていうのかな、めちゃくちゃ悪人面なんだけど、これ悪役の顔だよねこれ。英雄？ああそうだな、俺たちの手で必ずこの戦乱にピリオドを打とう。勇者よ、案ずるな。魔王にさらわれた貴様の恋人はきっと無事だ。さあ行こう。その時扉の奥から不気味なお笑い声が響いた。勇者よ、お前の愛しい人はまだ生きている。女の命を救いたくばここから先は一人で来い。くそ、なんと卑怯な。みんなすまない、俺一人で行かせてくれ。大丈夫か。なんだと、お前正気か。
いざとなったら差し違えてでも魔王ギールは必ず俺が倒す。だから俺を行かせてくれ。愚かな。一人の女のために何万もの人命を危険にさらすのか。しかし貴様のそんな甘さが私は嫌いにはなれない。勝手にしろ。だがお前がやられた時は俺が魔王を倒して英雄になるぞ。あなたみのアルテマとマーナの神が坊ちゃんを守ってくれますよ。ご分を。ありがとうみんな。彼女はどこだ。我に勝てたなら返してやろう。さあかかってくるがいい。望むところだ。セツとギールの死闘は果てしなく続くかと思われた。だがついに決着の時が来た。おっと、戦闘コマンド。はい、5つのコマンドで行動。攻撃、防御、魔法、道具、逃走、おなじみですね。では最初に、攻撃こそ最大の防御じゃ。はい、そこだ。お、一刀両断。そしてこれは全部試していく感じかな。防御。はい、私だ。来い、どっからでもかかってこい。なんだそれ。お、全然効いてねえぞ。え、決着をつけるためには究極魔法大ボーラーを使うしかなさそうだ。なるほど、究極魔法。ちょっと待って、抜けるでなんかさ、うん、な、面白い名前だよね。大ボーラー、炎の攻撃で、敵全員におよそ480のダメージ。いくぜ。おお、これレイジングさんじゃん、ミラノ。思い出せるのはここまでだよ。それでこの後俺はどうなったんだ。あなたはその言葉通りギールを打ち果たしました。でもその代償に勇者様は命を落とされてしまったのです。え、ああそういうことか。じゃあここは天国かい。いいえ、違いますよ。よく周りをご覧ください。勇者様、首都グランダムの風景は覚えていらっしゃいますね。あなたの勇気に免じて神様が特別に5日間だけ再び命を授けてくださいました。なぜ5日間。あの日以来行方不明のままの恋人を探すのも救った町を巡るのもあなたの自由です。ただしあなたの体力は刻々と衰えていきます。それだけ注意してください。あ、そうそう、あなたの命が尽きるまではこの地に夜は訪れません。なぜ。わずかな時間を有効に使えるよう神様がご配慮くださったのです。素晴らしい神様だ。今は月曜ですから、土曜の同じ時間にお迎えに上がります。では悔いなき5日間を。わかった。これで悔いなき5日間をっていう感じでちょっと噛んじゃったけど、まあこれで勇者が何をするか、まあ勇者の行いで最後このエンディングが変わったりするんですよね。まあここはこのゲームの楽しみの楽しい部分の一つ、やり込み要素の一つでもありますね。お、おい嘘だろ。ちょっと待ってくれよ天使さん。確かにこれはちょっとね、急すぎるよね勇者にとっては。誰だ。おっ、おっちゃん、トーマス。坊ちゃん、お帰りなさい。ああ、
ジーカ、なんだか妙なことになったらしい。そのようですな。で、神様にいただいた5日の余命をどうなさるおつもりで？お前知ってるのか？坊ちゃんのことだ。あの天使が言うように、行方知れずのいい人を探せるでしょうな。ああ、もちろんだとも。と言いたいところだけど、一度死んだショックかな。彼女のことが思い出せないんだ。世界中の誰より愛していた。それは強烈に覚えている。だがそれ以外はさっぱりだ。なあ、ガキの頃から俺の面倒を見てきた G なら何か覚えてるんじゃないか。すみません坊ちゃん、わしも年のせいかこのところ物忘れが激しくて。でも大丈夫、各地を旅すればきっと思い出せます。もちろんわしもお供しますぞ。心強いな。トーマスが仲間に加わった。このグランダムを離れる前に王様と王女様に辞去のご挨拶をされてはどうですかな。王様と嬢様、はい、丸ボタンで決定話すね。いろいろ決定ボタン、四角がキャンプメニュー、ミニマップ、引き出し、なるほどね。釣りとかもいろいろできるんだね。あ、うん、やっぱりね、こうレベル99的な感じでね。改めてこの王とグランダムを見ると他の町の何倍も大きく生活も豊かだと感じますな。そうだね。うん、聞きます。ああ、頼む。わしはこの町にいると国の東で大勢の人が死んだのが時々嘘に思えるのですよ。わしも坊ちゃんも確かにあのひどい有様を目にしたし、魔物とも必死で戦った。だけど勝者は誰だったのか。この町の繁栄を見るとわからなくなるのですよ。年寄りの愚痴です。忘れてください。そうか。でレベル99みたいなね、999ってもうね最強なんだよね今。おな、あ、ワールドマップね。これね、右左しか左右にしか動けないですね。はあ、大聖堂があったんだ。へえ、シスターね。で、王様に話しかけないといけないんだよね。おう、5日限りの奇跡の復活。はあ、はあ、はあ。なるほど。王様どこにいるのかな。右上に表示されてるね、月曜日の6時。王様はここだよね多分。あ、魔法ギールを倒した本物のセツ様にお会いできるなんて光栄です。本当に真っ赤な鎧をつけてらっしゃるんですね。いや、お似合いですとも。え、そんな似合ってないの。はい、王宮に行きます。おう、いいね、やっぱ王宮っていうのがいいね。中庭、OK、 なるべく多くの人に声をかけていくね。まあなんかこうイベントをクエストをクリアしていくのかな。で、王宮の間っていうか王の間はどこなんだい。結構行けるところがあるっぽい感じだよ。あ、そうだよね。魔王を撃ってもね、人々の争いが収まるわけではない。そういう感じだよね。お、これ王様かな。これって言ったでもね。国王エドワード。お主が魔王を撃つまでは、国中の者が魔王打倒で団結し、他人を思いやっておった。それがどうじゃ、今はみんながあれが欲しい、これは嫌だと口を開けば勝手な文句ばかり。まだ魔物はそこら中におる。なのに国中に問題は山積みじゃ。
頭が痛いぞよ。そうだね。お主がフローラと結婚し王になっていれば、強い指導力で国を導いてくれたであろうにな。なるほど。で、王女様かな。お、なんだ。待たれよ勇者。お主に渡したいものがある。思考よれ。なんか怖いぞその顔。魔王ギールを撃ったお主に褒美を取らせよ。なんだい。大の王を何度も苦悩から救った究極の宝じゃぞ。釣り竿。 ありがとう。人生を悟るために必要な唯一無二の品じゃ。大切にするがよかろう。大切に使います。はい、釣り竿をいただきましたね。ということで今回はここまでにしたいと思います。1話はここまで。それで次回からは、まあ2話から生放送ツイキャスでやっていきたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。この先をお楽しみにしていてください。それじゃあまたね。